王さん、王さん。何？王さんってマジックできるんだって。うん、ちょっとだけ。すごい。ちょっとなんかやってみて。いいけど、何やろうかな。あ、じゃあトランプのマジックね。じゃあこれバラバラにして。うん。いい？じっと見てて。うん。トランプをスッと前に出して、これをひっくり返すと、ほら1から13まで綺麗に並んでるでしょ。すごい。もう一回やって。あ、でもそろそろ時間だからまたね。まだ10分もあるじゃない。もう一回お願い。じゃあ仕事終わってからね。仕事終わったらたっぷり時間あるから教えるよ。本当に？じゃあ約束だよ。うん。じゃあ後でね。店長、お疲れ様です。ああ、王さん、お疲れ。王さん、この机の上、片付いていないから、雑誌や漫画をちょっと整理しておいて。頼むよ。はい、わかりました。お前何やってんだよ。もう休憩時間終わりだろ。レジ人足りないんだぞ。先輩、実は今休憩する。なんであんなにイライラしてるんだろう。どうしたの？いや、大したことじゃないんだけど、先輩、なんでイライラしてるのか知っている？橋本さん？うん、橋本さん。理由ははっきりわかんないけど、彼女とうまくいってないらしいよ。じっくり話したいんだけど、その時間もないみたいよ。へえ、そうなの。うん。田中さん、橋本さんのことすごく詳しいよね。まあ他人の話はやめましょう。あ、そういえば王さん、この間国に帰ったよね。家族の皆さん元気？うん、みんな元気でやってたよ。あ、これ帰った時撮った写真。あ、綺麗。この人誰？母。へえ、王さんってお母さんそっくりだね。